めっちゃ綺麗。でもこれは道じゃないよ。おーすげえ。京都があるのは海の前やもんで、まあ、明日はスキンボードしてとりあえずゆっくりしてって感じ。お、4日に着いた。あ、ほんとや。もう12時回ってる。日付が回っとる。目的地まであと1時間やけどね。うん、あと1時間の。おー、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。夜は初めて来た。うん。まだ朝日昇ってない時ぐらいに来たことはあるけど。そうやね。もう2時だ。もうね、なんか 33.3 度、灼熱やけど、前回と違ってこのキャラバンもめちゃくちゃ進化して、まずライト付き扇風機、これは夏の車中泊で絶対必須かな。今ライトしかついてないけどめちゃくちゃ明るい。3段階ぐらいで調整できるし、タイマーもできるし、首振りもできるし、めちゃくちゃ使える。あとこれもロープ、引っ掛け戸があるもんで、ね、めちゃくちゃ便利。帽子つけたり物引っ掛けたりで、最後カーテンかな、なんか設計ミスか何かで1枚いいものになっちゃったらしくて、真ん中でマグネットでくっつくカーテンレール使ってるんだけど、ちょっと一番ものであんまり意味なしてないね。残念ながら。でも仕切りができて、なんかキャンピングカーっぽくはなってる。あ、でも下がってる。33.3 度から 32.5。 一応快適らしいでね。これで乗り切れるかどうか、ちょっと試しもあるし、お試しで。あ、そうだ、一番変わったの。今は隠れて見えんけど、床を板張りしてフローリング張って。貼ってないけどね。ちょっと時間がなさすぎて。とりあえず置いた。とりあえず置いて、端っこで止めただけ。本当はこの辺テープで貼って、うん、固定するつもりだったんだけど、どうしてもたわんねえ。そうそうそう、どうしてもね、置いてるだけやで。ちょっと時間が足らなさすぎて、ね、安定してるし、うん、下も安定してる、うん、それっぽくなったね。これで、うん、いや、おやすみ。おやすみ。お疲れー。極厚ベーコン。極厚ベーコン。もう朝一スキンボードやりたかったけど、いつも朝に釣り人が多いから、朝ごはん食べてちょっと待ちやね。うん。ゆっくり。そうや、このまな板はフィールドスタイルで買ったお気に入りのまな板、初おろしだよ。探し続けた。うん。初おろし。これやばい、めっちゃうまそう。
ご飯を作っとる間に俺は車中泊 DIY、 あらかじめ買っといたんやってカインズで。マルカンボルトが2つと超ナットかな1個とカラビナとグリップゴム、これで700円ぐらい、800円やったかな。車中泊を快適にするためのものを3分で作る。これ夏とかには絶対必須やと思う。最初は売っとるもん買おうと思ったんやけど、結構高いんやもんね。あ、やべ。マルカンボルトと、超ナットを、くっつけて、こんぐらいかな。あ、ちょうどいいぐらい。もう形自体はもうこれで完成。これで完成だよ。何に使うか分かる？全く分からん。で、ここがちょっと傷つくかもしれんで、ここでカバーをするだけ。何？このグリップゴム、ドアレバーは片側しか穴開いてないから、穴開いてない方をハサミで、で、ここに通してもう一回、もう一簡単だよこれ。700円、4000円ぐらいするよこれ。安くても高いやつ1万円あったこれ。マジ？うん。何それ？じゃあつけてみるわ。つけたら、あーこれ便利やねって絶対言うと思う。わかりたい。この後ろのリアハッチにこうやってつけられる。で、ここにつけるとリアハッチが半開きになるもんで、いっぱい焦げちゃった。めちゃくちゃ風が入ってくるようになる。めっちゃいいじゃん。でしょ？天才やん、それ。これ700円だよ。え、めっちゃ簡単やん。うん。めっちゃ風入ってくるし。え、めっちゃいいやん。え、全開にしたくなかったり、スペースがないときに、ね。そう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 。道の駅とか、そんなできんときは、うん、こういうのがいいかもしれない。なんか。よいしょ。このグリップゴムドアレバーを、うわー、で、で、完成。もうつけてみようかな。やばい、焦げちゃった。めちゃくちゃ風が、めっちゃうまそう。めっちゃ美味しそうだよ。レバース入れんかったの？忘れとった。すごい、なんか質素だよ。質素ベーコンで忘れとんの。冷たいレタスと、うまい、うまい、おいしい、はい、おいしい、おいしい。ベーコンの味する？ベーコンの味しかしん。日産マグカップ。斜めじゃん。ストップって言って。残らない。あ、うまい、うまそう。ちょっと冷ましとこう、うん、熱いやろ。うわ、絶対うまいじゃんこれ。寝床確保。いつまでやっとん？
全然いかへんやん。おいた細い、いかんのかい。すごく怖がってるように見えるけど、だから去年のはできてた気がしたけど。マジ？うん。頑張るね。怖い。怖い。怖い。うん、あ、いいじゃんいいじゃん。めっちゃ晴れてきた。めっちゃ乾いたんじゃない？乾いたね。ほんとや、ほぼ乾いとる。すげーな。いいね。めっちゃ便利。ホワイトホースが美しいね。白い馬ってだけやけど確かにそうや。あれさっき他の馬おったの。あ、おりやんおりやん。おさらばまさだいぶおったね朝から。ね、だいぶおったね。一時やでもう、うん、ちょっと昼ご飯食べに行って、うん、南の方に向かってか食べながらちょっと作戦会議。そう、何も決めてないからね。候補はあるけどね。うん、とりあえず明日キャンプ場に行くのは決まってるので、うん、ちょっとそっち方面に向かって、うん、川揚げ町、川揚げ津、川揚げ。あ、結構広い、もしかして。え、なんかサービスエリアみたいよね。あ、結構広いぞ。めちゃめちゃ広いやん。なんかたくさん旗が立ってるよ。見て、めっちゃ、あ、かき氷、団子もある。うわー、美味しそう。え、エビのペンじゃん。エビのペンだ。めちゃくちゃうまそう。ドリンクなんかサービスやって、いっぱい、今日は。え、そうなの。めちゃくちゃでかい。ほんとや、すごい、量結構ある。750円、ほんとちっちゃいから。量すごいな。すごいいるわよ、これだって普通に。もう苦しい。うん、めっちゃ大きいしさ。こてさん、何パー買ってこ。いい道の駅やった。よかったね。食材めちゃくちゃあった。うん、冷蔵庫ないで全然買えんかったけど。ほんと冷蔵庫欲しくなっちゃって。さっき道の駅で買ったあんパン。うわうん、うまい。生クリーム入ってる。美味しい。うん、なんかパンがさ、香ばしい。パンも美味しい。うん、パンが結構美味しいの。左側、左側あったあった。あ、本当だ。すごい、なんか旅館みたいな。でも、そう、良さげ。うん、結構良さげだね。あと、大人2人で。
めちゃくちゃ気持ちよかったのね。めちゃくちゃ良かったんだけど、今まで行った温泉で一番良かった。俺もそれ思った。え、本当？めっちゃ思った。だから質とかじゃなくて、場所が、なんか車の音聞こえない。なんか自然しか見えない。あとサウナから外が見えた。露天風呂がね。めちゃくちゃなんかこもりきった場所じゃなくて、窓ガラスでめちゃくちゃ綺麗に見えた。テレビ見ずにずっと外の空がこう。めちゃくちゃ良かった。近くに欲しいと思ったの。お腹減った。うん、早く食べたい。あった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 。いやもう全然扇風機あるだけで全然違う。うん。だって扇風機つけてから 0.2 度しか下がってないけど、あ、0.3 度下がったけど。うん。体感は全然違う。風があるだけで。うん。ラス1。うん。うまいね、これ。うん。ごちそうさまでした。今日の晩酌。クラウスさん。もう今日の整ってもらったやん。かりんとうとハイボール。そうやね。明日8時には駐車場に着いてないと山に登って帰ってきて12時ぐらいに間に合わない。だいぶ下がったね。本当やね。寝る前。本当やね。30度切ってくれた。これで寝れるでしょう。おそらく。おそらく。暑くならんければ。おやすみ。おやすみ。うわ、夜来たで分からんかったけど、大きい池がある。あ、すげえ、結構広い。お邪魔しました。お邪魔しました。日北から無料なんだ。めちゃくちゃ山の中に入ってきた。あ、観光湯、まっすぐだ。まっすぐ行くわよ。臨時駐車場が、あ、今なんか看板見えた。左、うん、もう左、俺だ。海じゃん。海か。うわ、ほんでめっちゃ綺麗。海だ。めっちゃ青い。あった、臨時駐車場の階段だ。当駐車場は久喜町にお越しになる方の専用駐車場です。うおー、綺麗。本当や。すげえ。もうこの辺は海なんかな。すごい海の磯の匂いがする。うわー、めちゃくちゃ海入りたい。めっちゃ綺麗。20分ぐらい、15分ぐらい歩いた。これ止めれるんだ。いやー、でも最近できた感じもあるね。本当だ。結構止まってる。うん。いい小学校、中学校やな。ね。気持ちがいい。これの方が入りますよ。これ、これ、これ。あるよ。本当や。それだね。うん。あったあったあった。それで行こうか。持って行こう。うん。まだ登山感ない。うん、だってまだ登山してない。散歩してた。うん、右手、オハイ方面。うん、わかりやすい。登山靴がなんか役立ってる。この登山靴も結構歩きやすい。軽いってめっちゃくない？うん、軽いし。2000円やつ。ワークマンで。
急遽買ったけど、うん、すごいいい感じ。これが廃校の小学校。そうだね。で、これの裏に登山の入り口。なんか、映画とかで出てきそう、ね、この小学校。え、これしかなくない？でも裏ではないけど。どうやろう。うん、あ、小学校見えたもんね。見逃したんやか。あ、こっちや。ほんとだ。危な。小学校に見とれて、変なとこ行っちゃった。あ、これで小学校の裏に出るのね。どういうこと？迷子になっちゃったな。でもこれは道じゃないよ、うん、アババじゃなくて、ここはまっすぐだね。これ茎先遊歩道をずっとまっすぐだね。なになにリアクションにびっくりした。ピンクよし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 。すごいよ。うわ、すげえ。大丈夫これ。ピンクよし。はっきりだ。やばいよ。うわあ、すげえ。着いた。着いたぞ。華やかな景色。着いた。ここじゃないよ。着いた着いた。ここじゃないよ。よっしゃ、もう着いた。よし帰ろう。まだ帰らないよ。帰ろう。着いてないか。着いたと思ったんやけどな。あ、出た。稽古星。あ、稽古星。あの、稽古の山の家の、うん、じゃない知らんけど、そういうことね。うわ、めっちゃいる。やばい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 、ミシミシいってる、あの、オハイって漢字で書いてあるとかでカタカナで書いてあるとかあるけど、あったね、うん、さっきカタカナやったね。ね、そうだね。漢字書いてあるときは比較的に古いなんか漢字、うん、昔書いたのかなって感じで、はあ、カタカナの人は比較的に新しい看板のやつが多いらしい。こういうとこなの？写真も何も見てないから、どういうとこかもわからん。うわー、見えてきた海。すげえ。うわー、すげえ。めっちゃ綺麗な海。風があってめっちゃ気持ちいいし、ここオハイ？もうちょっと先だね、多分。こっち先？あ、ここだ。ここオハイ？いりますか？あ、もらいます。後で返しててもらえますかね？ありがとうございます。私何のことかと。な、看板はどれかと思ってた。ありがとうございます。はい、わかりました。ありがとうございます。しっかりした看板だ。うわー、すげえ。うわー、すげえ。はい、行きましょう。よいしょ。じゃあ、ライト。全部持つ。うん、回復した。
やっと稽古橋か。待って。じゃあ。うわ。開けよう。疲れた。疲れた。何がある？昼は。海鮮があるわ、見えた。あ、海鮮がある。海鮮がある。刺身。ああ、いいね、刺身。ね、足がやばい。疲労が。そのこと。暑そう。うん、向こう奥。うん。汗出てる。出てる。結構入ってる。大変美味しくいただきました。美味しかった。さあ、キャンプ場へ。狭いよ、結構。抜けね。あったあった。廃校温泉。廃校温泉。楽しい。サウナもあるらしい。学校でサウナ。先にキャンプ場行ってチェックインだけ済ましたら100円オフもらえたで。うん、一番近いし。阿蘇、阿蘇湯の里。昔の学校はこんな感じなのかな。ねえ。これ、温泉の温度が暑かった。あ、暑かった。暑かったね。暑かった。めちゃくちゃ染みた。うん。疲れた体に。違う。皮膚に。あ、皮膚に。日焼けした。日焼けした皮膚に染みた。そういうことね。サウナはもう貸し切りやったし。サウナなかった。男だけ。うん。たくさん買っちゃった。川沿いを、うん、いただく。ドシンピテーブルポールこうやね、うん、はい、お先です。我慢できなかった、うん、最高。これだね。これ出て使うか忘れちゃったね。どうやってこれ出てるんだっけ。おー、いい感じ、いい感じ。暑いです、暑いです。あー、うまそう。極厚たまに、うん、あちゃあちゃ。伊勢路マイヤーレモンクラフトチューハイ。美味しそうやね。伊勢路地域限定やで、ね、うん、伊勢なんかな。美味しい。うまい、うん、あとね、苦味系ね、本当にレモンっていう感じ。飲んでみたい。美味しい。うまくない？美味しい。めちゃくちゃくつろいでますやん。その椅子いいね。うん、腰見えるし、うん、カメラ越しじゃ無理か。めっちゃ綺麗やん。せーの。もういいなそれ。勢いが低い。俺もそれやりたい。背中倒れる、ちょっと
ちょっと倒れた。あ、慣れてきた。突っ込んだ。それいいな。カエルさん来た。触っていい？手に乗るかな。手に乗ったら騒ぐかもしれない。動いた？すごい勢いで吹っ飛んだ。最高だね。ちょっと暗すぎてわからんか。テントがまさかの195センチ以下のあれじゃないとつけれないってなって、無理やりつけたら隙間ができてまって。おやすみなさい。今日は疲れた。そうだね、疲れたね。うん。じゃあ俺特等席で食べてくる。いただきます。うん、おいしい。桃、初桃カットです。私人生初カット。うわ、その切り方があったの？調べたらこんな感じだったけど、どうやって取るの？で、取るの？ここのだよね。すみません。すみません。桃肉片。すみません。アボカド気分と同じようにやったの？いや、なんか調べたらそんな感じだったね。あ、そうだ。この種を取る手段をどうやって取ったか忘れちゃった。なんか取れた。不純すぎてさ。うん。大変。大変大変。これ食えるの？うん。さっき。はい。うん。うまいよ。いい。うん。うまいうまい。つらい。つらい。大苦戦。つらい。乾杯。うまい。あ、かき氷だ。あがふごり、食わない。いつもいいよ。迷い毒やねん。うん。あがふごり食べるなら、あがふごりのために高速に一回乗る。アホじゃん。アホじゃん。一区間だけ乗る。うん。だってあそこ一番空いてる。伊勢で食べるとめちゃくちゃ混む。うん。並ぶで。うん。うわっ、冷てぇ。めっちゃ冷たい。魚めっちゃやってきとる。Be okay.
めちゃくちゃいいキャンプ場やった。よかったね。また行きたい。今回観客が追われるというアクシデントが起きて、星空をずっと撮りたかったのに星空が撮れずに終わったっていう。めっちゃ星綺麗やったね。綺麗やったね。綺麗の初めて見たの。静かやし、川の音も聞こえるし、涼しかったね、夜。美味しそう。うん、美味しい。うまい。めっちゃうまい。冷たい。I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.